えー、こんにちはさっきね動画を上げたんですけども、えー、ロシアが戦術核を使うみたいですね。というのがねウクライナのある特定の地域に早くそこから逃げろというね勧告、えー、を出してるんですよ。それがどういうことかっていうとまあ、軍事施設やその他のインフラを破壊するのが目的であってまあ市民をね 傷つける意図はないよっていうことなんですよ。まあ、だからウクライナ政府よ。早く市民に握るように進めろってことなんですよね。で、その核を打ち込んだ後にだから言ったじゃないかと逃げさせなかった。ウクライナお前らが悪いっていう風うにね。軍や指導部にその責任をなすりつけようとしてるんではないかろうかってことなんですよ。これは振り返ると70数年前、日本でも同じようなことがあって、広島に。 新型爆弾を落とすから広島市民はみんなそこから逃げるんだっていうふうに上空からビラを撒いたっていうことがあったんですよねこれはアメリカ軍が。でビラを撒いたけどもすぐに憲兵が来て回収したんでそのビラの多くはあ市民の手に渡ることはなかったのとあとはやっぱり市民のね記憶からはそんなに残ってない消えていたんですよ。でも結局日常生活を送った広島市民の上空に原子爆弾が炸裂したということがあります。 ままあつまりこれに倣ってロシアもやってるんではなかろうかってことなんですけども恐ろしいのはその月ですよ。実はねアメリカがロシアに在住のアメリカ人に対して同じようにアメリカ人よとロシアから早く出なさいっていうような警告を出してるんですよ。つまりこの警告の意味するところは核兵器を使うとは言ってませんがロシアも核兵器を使うとは言ってないんですよ。 早く逃げろってていう風な勧告を出してるだけです。でもロシアのその腹積もりからすると当然アメリカからロシアに出した声明にも符合するものがあってロシアとしては無言の牽制を受けてることは受け取るでしょうね。まあ、こんな感じでもしかしたら私たちは本当に限りある時間を過ごしているっていうことを思い知らされるかもしれませんよね。で 自分の人生ならまだしも子供たちの未来を夢に描いてきた人たち私も込みでねものすごく無念に駆られてなんでこんな子まで未来を奪われなくちゃいけないんだっていうふうなまさに現在ウクライナで爆撃に遭っている小さいお子さんそれを抱えているご家族の気持ちをもしかしたら共有することになるかもしれないですね。まあ、とは言っても 遠い国で起きたことっていう風に私たちは相変わらず感じていてねせいぜいガソリン価格を中心とする物価が上がってやりにくいなぐらいの身の回りのことですか気にならないのかもしれませんねこれからどうなっちゃうのかわかりませんけどもだからこそ残された一分一秒を精一杯自分のものとして生きていこうかなと思いますそしてできることならばそういった 暗い未来を避けるためにね、情報発信をしていこうかなと思いますね。結局知らないってこととか、誤解してるってことが、未来をもっと歪ませていくと思うんでね。正確な情報を知った瞬間に早く伝えること。情報を伝える人が多ければ多いほど、きっとこの世の中は平和に向かっていくんではなかろうかなと思いますね。知っているのに広めない。もしくは誤った情報を意図的に流す。 これが繰り返されている以上人の心理は誘導されてあらの方向にいってしまうんじゃないかなって気がしますねまさに情報発信は世界を救いもするし情報発信は世界を滅ぼしもするのかなと思います今私たちが見えているのはロシアは悪い国だっていうことだと思いますウクライナは助けなければならないこういった考えで一致してるんじゃないかなと思うんですよねもちろんそれに関して、 いいいやロシアはいい人なんだよとかねウクライナはかわいそうじゃないんだみたいなことにはならないんですけどもでも片方では今回こういうふうにねウクライナロシア問題はかなり目立ってますけども目立たないけども600万人以上の方が亡くなったそして今でも続いてる紛争ルワンダやコンゴのことを多くの人は知りませんね。やっぱんですかねまあこういったら。 乱暴な分け方ですけども黒人の人のが苦しんんででいることはあんまり知らされないでも白人が苦しんでることはどっちの陣営であれ知らされるみたいなねえそして私たち日本や中国のようなアジアの人種はいつもどっちかに積極的に加担することなくまあなんかねどっちつかずで生き延びているのかなとうん。 何なんでしょうねまあでも今日もこうやってやりたいことやりますよそれ以外ないですからね悔しいのは意意ににわわなないいい人生をを続けていてて最後を迎えるっまああの死っていうのはね誰にとっても納得できる人はなかなかないと思いますけどもでも納得できる生き方は今日の自分が決めるんではなかろうかと思うんですねいってらっしゃい。